大きさ分かります？これモンさん顔よりでかいって分かるかな。いや顔小さいからや。いや、反面純組コード純チャンネル、お目にかかるタンメンは2というわけでございまして、今日は静岡県の下田に来ております。やってまいりまして、今日は何ぞやと、何しに来たんですかってなりますから、はい、今日はなんとですね、はい、純米をですね、契約してくれてるお店がありまして、はい、そのお店にご挨拶に行こうかなということで、初めて皆さんに紹介したいんですよ、このうまい料理を食べてほしいと。しかもそこを扱っているのが純米だということで、さあ来ました、こちらでございます。場所ドン、赤月亭さんでございます。このとんかつ赤月亭さんでございます。なんと私の大好きな後輩コンビトータルテンボスもこよなく愛しているということで、実は今日すごい偶然なんですけど、私の撮影のこの夜、トータルテンボスの2人撮影に来るみたいです。すごいですね。そんな偶然あるんですか。はい、というわけでこちらとんかつ赤月亭さんにちょっとお邪魔したいと思います。はい、行ってみましょう。はい、こんにちは。こんにちは、コンさん、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。オーナー、自己紹介よろしくお願いいたします。はい、佐々木拓也と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。とんかつ赤月亭さんということでございまして、はい、オーナーが純組の帽子をかぶっていただいて、純組の帽子で今日はやらせていただきます。ポスターまで貼っていただきまして、はい、ありがとうございます。もうオーナーが純組の帽子かぶってるのに、私が明石家さんまさんの番組の手組んでましたという帽子をかぶってる、松尾番内さんのギャグですけどもね、手組んでましたをかぶっちゃってます。これ見ていただいたら分かるんですけど、ものすごい芸能人の方も来てるんですよ。そうそうたるそのメンバーの方のサインもたくさんありますので、楽しみで仕方ないんですけど、私もせっかくなんでちょっとこちらでお邪魔させていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっとお邪魔させてもらいます。はい、すいません。はい、失礼いたします。はい、どうぞ。あ、トータルテンボスの2人もいるわ、しっかりしっかりいるわ。ちょっと待ってください。はい、ちゃんとここに純甘も用意してくれてますわ。純甘純米、オーナーさすが、純米も美味しいねえ。はい、こちらもありがたい話ですわ。本当にもうご縁があって、赤月亭さんにね、はい、純米を仕入れてこちらで出していただいてるというのもありがたい話なんですけど、オーナーにちょっとおすすめを聞きましょうか。はい、おすすめは何でしょうか。はい、オーナー、お店の名前のついてる赤月定食っていう、ミックスフライ定食みたいな。はい、やっぱり海沿いですしね、そっちの海鮮の方も、そうですね、エビとか、はい、いいですね。はい、じゃあそちらの暁定食、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お願いいたします。トータル芸能人の方来られてるんですね。ねえ、はい、オーナーが結構交流があるというか、仲良くされてらっしゃる方っていうのは。そうですね、ミュージシャンの方とか、シャムシェイドの、はい、3分の1伝わるかどうかっていう、はい、3分の1の上位ですね。ねえ、はい、純情な感情で3分の1も伝わらないって言ってて、はい、あ、そうなんだって。そうなんです。3分の2伝わるんだっていうだけでも、はい、僕はありがたいなと思ってます。そのギタリストの、はい、カズマさん、先ほどちょっとパッとこう私も目に行ったんですけど、まあ私も子供の頃大変お世話になった筋肉マンの、はい、絵とかもあったんですけど、はい、先生来られてる。はい、先生最近も。で、佐々木オーナーと交流が。あ、はい、そうです。ちょっと趣味で、はい、そういう、筋肉マンのフィギュアのサイトみたいなのさせていただいてて、店長がしているってこと。あ、そうです。おうおう、はい、僕はもう金消しを買うお金がないですから、その当時、はい、金消しを買いまくってた
大財閥ボンボンがいらなくなった金消しをあのこうカプセルの中入ってるんで金消しがこう曲がってるんですよ。あ、そうですよね、はい、でその金消しばっか集まってますよね。こうなってる番組にもあのもちろん赤月亭さん、はい、あの出演なされてますよね。はい、帰れマンでも2回ちょっと出させていただきまして、はい、一つはリモートで、はい、コロナの時期に、はい、あの高年の高とかがうまいうまいって言って食べてた。はい、すごいですね。並びでピザととんかつありますからね。はい、そびっくりいたしました。まさかここにっていう。楽しみで仕方ありませんね。その赤月定食ね、楽しみで仕方ありません。赤月定食、あ、お待たせしました。赤月定食です。うー、でっけー、はい、赤月定食です。いや、長っ。棒高跳びぐらいあるんだ。俺、世界陸上で見たもん。確かこれ持って走ってたと思う。エビでかー。いや、すごいですね、オーナー。ありがとうございます。こちらが赤月定食。はい。いや、これはしますわ。はい、うわ、エビってやっぱこんなにでかくできるんだ。はい、どことは言いませんけども、東京のあそこの定食屋ボケ、こんなちっちゃいエビ出しやがって、しかも半分以上衣でええ加減にせえっていうやつもありますけど、これは本気ですわ。あっ、はい、出ました、小本さんのお米で。あっ、10枚、はい、あー、はい、10枚。うわー、嬉しい。これが赤月定食になってる。いや、嬉しい。いただきます。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。せっかくなんで。あー、美味しい。お味噌汁いい出汁や、うまっ。これせっかくさ、エビいかんとあかんやろ。これどう考えてもエビからでしょ。大きさわかります。でかいですね、はるか。いや、顔小さいからや。いや、俺の顔が小さいからや。フジモンの逆や。でっか。でかい、見たことない。ないです。本当に。マジで。こう、エビって、こうやって泳いでんだ。のすぐそこで取れるんだ。いただきます。やば。やば。どれぐらいやばい？あの、出てこない。ちょっと久々にやばい例えが出てこなかった。やばい例えが出てこなかったです。本当に。やばい。あの、はい、衣から一口目で。いきなりエビ、エビフライのエビを想像してみて。最初にエビ、しっかりエビ。だからこれ偽りのエビじゃないです。もう本気のエビ。衣のところから即エビ、一発目から速攻エビ。エビ三昧。社長に言おうかな、寿司三昧の。エビ三昧やれへん。純米と合う。米と相性抜群。むちゃむちゃ合う。ほんまにうまい。これはうまいわ。これ本当に独自に開発してとんかつのレベル、揚げ物のレベルが これおかしいよ。これ好きすぎるんだわ。修行して本当にこれだけのために戦って、いろんな練習を重ねて天下一武道会出てきて、クリリンが一回太鼓パーンって叩いてクリアした時、他の出演者本当に放たれてたもんね。4年練習したのにこれかいみたいな。それと同じぐらい
これはうまいわ。こちら肉と、あ、それはカニクリームコロッケ。こっちがカニクリームコロッケで、はい、これがヒレ肉、はい、でこれがカニの爪になります。カニの爪という、はい、いやほんまに肉の王様と海鮮の王様がもう対決だからドンフライと高山さん思い出しましたよ俺も。柔らかヒレ肉ですね。ヒレ肉めっちゃ柔らかくて美味しい、はい、ありがとうございます。おばあちゃんのここぐらい柔らかい。いやめっちゃ柔らかい。歯いらないよ。こういう店で純米が、はい、ももさんのお米が食べられてるってものめちゃくちゃ嬉しいですね。本当に純ちゃんの理想の、はい、お米の出し方です。もう小本さんからもとんかつ屋に、はい、もう出していただくのがっていうふうにもうおっしゃっていただいたんで、もうありがたいです。本当に、はい、もうマジで目標だったんで、はい、とんかつの主役たちに添えられるようなお米で、邪魔ないんだけどこの人のおかげでまた主役が生きてるみたいな、はい、香川照之さんみたいなあのいわゆるこう主役、いや坂井雅人さん、いや違う違う使えないで、坂井雅人さんという半沢直樹の主役がいるけど、はいはい、サブにいるという意味で言ってるんですよ。リバントでいうところの阿部寛さんだったり坂井雅人さんの主役をこうサポートできる、はい、そのお米を担いたかったんです、はい、もうでも要はあの全米オープンのプロゴルフの戦いに一般の方で独自で練習した人が優勝したらタイガーウッズどう思いますかっていう話なんですけど、これ今結構分かりやすいでしょ。例えばでもとんかつ赤月亭さんはもう有名なんで、本当に嬉し泣きしたいぐらい、もう山が今嬉し泣きしてるって今これはえこのカニクリームコロッケごめんなさい、カニクリームコロッケがめちゃめちゃうまいですけど、はい、よかったです。ほんまにカニクリームコロッケ市場では一番うまいかも。あ、よかったです。この味付け、しかもソースいらないです。あ、もうカニクリームコロッケ本来の味がもうしっかり出てる。あ、よかったです。こいつはうまい。牛ってことは相当だと思う。揚げも結構食べてるじゃないですか。うん、いや、本当にうまいの。あ、あの どれぐらいうまいかお願いします。うまいって言った時は常にどれぐらいうまいか聞いてもらっていいですか。いや本当にうまい。どれぐらいうまいんですか。もうあの鈴木雅之さんぐらい。うまい、めちゃめちゃうまい。うん、サングラスかけて歌ってる方、はい、はい、の恋人聞いた時と同じぐらいのリアクション。思いを思いをだけで全部うまいと思ったから。店長わかりますか。鈴木雅之さんですね。はい、ラッツ&スターの恋人。はい。僕聞いてるの。思いを今って聞く必要なかった。思いをでもう うまっって言ったもん。それぐらい。いや、それぐらいうまい。それぐらいうまい。カニ爪めちゃめちゃうまい。カニの爪はこれやばい。いや、ほんとめちゃめちゃやばい。家帰って空き巣入ってるぐらいやばい。家帰ってたらもぬけの殻ぐらいやばい。やばい。放心状態になるじゃん。何事かと思って。それぐらいやばい。本当に信じられない。あの長嶋監督時代の巨人の 10.8 ぐらい信じられない。メイクミラクルです。はい、名古屋球場の 10.8、はいはい、あれぐらい信じられない。本当にいやー、とんかつ暁て恐るべしって感じですわ。本当にあったー、これは来たかいありましたね、はい、というか来るべきです。視聴者の方も、うん、あのぜひこれ、
うん、本当にみんなの概要欄のところにあのお店の情報をあのしっかり載せておきますんで、来てください。本当にもうガチンコでうまいわ。え？姉妹店。はい。ピザととんかつ姉妹店。そうなんです。イボ兄弟ぐらいだと思ってましたら姉妹でした。ほら、やっぱあの人生って面白いね。やっぱりあのよく喋るより動いた方がいいんだね。うん、ウォルト・ディズニーも言ってたね。喋る暇があるんだったら、そう、あの名言であるんだよ。うん、口を動かす暇があったら足を動かしてください。ウォルト・ディズニーさんも好きが高じてっていうのもあるんですけども、だからやっぱこういうのってあるんだなと思って。ピザ？あ、河本さんピザできました。え？はい。これがミックスピザになります。はぁ、はい、うーわ、めちゃめちゃ綺麗。そちらはあのこっちはデザート感覚で小倉ピザであんこのピザ。うーわー、いやこれめっちゃ綺麗だわ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です。あ、どれぐらい綺麗？ダン・レイさんぐらい綺麗。ダン・レイさん、伊藤美咲さん。めっちゃ綺麗。本当に2人とも肉眼で見たことある。めっちゃ綺麗。お前刑務所入ってたん30年ぐらい。何の情報もないけど、芸人として致命傷やで。あの、歳が違うからっていう理由にならへん。もう。68歳のさんまさん、呪術回戦できる。上からこれを取ってほしいの、回してるやつを。サマージャンボ宝くじです、これ本当に。抽選会ですよ。ちょうど抽選会の時です、これは。これが当たっていくんですよ、と。本当芸人やっててよかったなってこう改めて思える。ここに来て来れてよかったなって。やっててよかった。クモン式よりやっててよかったなと思った今。いただきます。本当にうまい。最高。まだまだこれ赤月亭さんとピザ屋さんがここの台で終わるわけないでしょ。もう、はい、そうです。あの3代目が。3代目。俺は3代目。もう JSOUL BROTHERS 以来です。本当に JSOUL BROTHERS みたいな。というか、K-POP？ アイドルかと思う。え？ハナドゥルゼ、トレジャーです。トレジャーですじゃないの。ハナドゥルゼ、トレジャーです。トレジャーじゃん。トレジャー発見しました、ね。この後、こう、もう、まあ、ゆくゆくはね、後を追ってすごくない？父の背中って。え？いやいや、死んでも芸人は嫌だって言われたよ、息子に。お前の背中なんか見て芸人になるわけないだろ。そりゃそうだよな。名前じゃなくタンメンって麺で呼ばれて、蓋開けたらローションまみれになって、え？そんなやつの背中を追うわけないだろ。反対方向走ってたよ。一目散に。いい背中してますね、オーナー。いやいや、これはもう、オーナー。もうもちろん、もうずっとこう、来てるわけですから、それはいいね。これ今を歩いてる、もうど真ん中歩いてる。髪の毛見たらわかるだろ。玉木浩二さんの真似をしたわけじゃないんだよ、これは。別に。K-POP の方なんだから。お父さん、嬉しいですよね。嬉しいですよね、おじさん。それでパンフォーリニューアルして、最後、さんの声をリニューアルいやー本当にありがたい。長い付き合いで本当によろしくお願いいたします。今日は素敵な料理ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しくスタッフといただきたいと思います。ありがとうございます。